今回は文京区で開催中のエシカル消費に関する動画コンテストについて、文京区消費生活センターの高橋さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さん、まずエシカル消費というのはどういったことなんでしょうか？はい、エシカル消費とは人や社会、環境を思いやる消費行動のことで、例をいくつか挙げますと、フェアトレード商品や福祉施設で作られた製品を買う、地元の商店街で買い物をするなど、いくつかは皆さんが普段行っていることも含まれています。これは現在世界全体で推し進められている SDGs 持続可能な開発目標の一環でもあるんです、なるほど。で、今回はこちらに関する動画コンテストなんですね。はい、文京区でこのエシカル消費を普及啓発するため、皆さんが撮影制作したエシカル消費に関する動画を募集しています。作品時間は3分以内程度で、数十秒の短い動画でも構いません。応募資格はどなたでも可能ですが、18歳未満の方は保護者の同意を得てから応募してください。募集期間は今年の9月30日までとなっています。なお、応募作品は何点でも可能ですが、入賞は1応募者につき1作品とさせていただいています。応募いただいた作品は厳正な審査により選考され、来年の1月に優秀作品の発表が行われます。スマホで撮影した短いものでも大丈夫なんですね。はい、皆さんからのたくさんのご応募をお待ちしています。作品の提出方法など詳しくは区のホームページ等でご確認ください。高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。